ハロー、こんにちは、ニーオ皆様、マステグのあっときと申します。ということで、今回は、えー、日本のですね、最近の YouTube の現状というか、まあ、ちょっとしたシステム面の話になるんですけれども、最近皆さん YouTube 使ってて変だなぁと思ったことありませんかね今回、えー いたい一昨いか、さおととい、さおとといで合ってるぐらいから、ちょっとずつ若干日本の YouTube の方にちょっと変な問題が出てきてるなって思ったりしてるんですけれども、えー、私ですね、えー、YouTube の方でゲーム実況の活動とかしていて、視聴者さんからたまーにここ最近活動してると、え ?YouTube の方配信してたのみたいな。僕あの、ミラティブと YouTube で同時配信をしてるんですよね。 で、そういう時に、ミラティブの方に人来てて、あれ ?YouTube の方、機能してるのみたいな。機能してるっていうか、配信してるっていうの来ないんだけど、みたいな。で、通知が来ないこと自体は、稀にあるんですよ。稀にってか、まあ、結構よくあるんですよ。ただですね、あの、そもそも、配信してないんじゃん、っていうことを言われたのは初めてなんですよ。どういうことかっていうと、 例えば、今画面をちょっと見せますと、画面をちょっと見せますと、みんなあの YouTube 見てて、左下、まあ僕の場合パソコンなんだけど、左下にさ、あのこの登録チャンネルっていう画面があるじゃないですか。で、生配信とかしてたら、ここが、まあ青く、今青く丸になってるところが、まあ赤くなったりだとか、そういうことが起こるじゃないですか。ただね、今起こんないんですよ。 今このチャンネルが生配信してますよっていう風うにも出ないし、まあ一部ちょっと生配信をしている人たちにとっては障害が出てるということで、えー、なぜ今このような状況になっているかっていうのを一部の人に理解してほしいんですけれども、まあ個人的予想です、ここから先は。えっ、ー、と、あくまで現状を見つつ個人的に思った点。 をまとめたものなので、これが100%正しいとは思わないんですけれども、まず一番の理由として挙げられるのが、コロナウイルス。一部ニュースサイトを見ましても、カルフォルニアが、なんかアメリカがですね、カルフォルニア州全土に外出禁止命令が出しております。で、まあこれはどういったことかっていうと、まあ一時期日本でも中国でも似たようなのをやりましたね。要は新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるために、 えー、州に住んでる人たち、まあ、よほどの理由がなければ、えー、屋外に出るなよっていう感じの内容でございます。で、これがですね、えー、YouTube になんで主張を来すのって言いますと、カルフォルニア本部、カルフォルニアっていうか、サンフランシスコに YouTube の本社っていうのがあるんですよね。だから、要は簡単に言えば、YouTube の心臓が、えー、今、 えー、外出禁止令。要は仕事がちょっとしづらい状況にあると。で、それを踏まえて、えー、YouTube が8時間ぐらい前だったかな。と、3月、えー、ちょうどだから3月今日ですね。今日、えー、先ほど、えー、出てきた YouTube のオフィシャルの動画でコロナワイルスと YouTube で、えー、クリエイターに関する問題に合わせた質問への回答。 についての、えー、内容がここら辺に、えー、今日更新されました。はい、というわけで、えー、こちらの動画ですね、えー。ちょっと今から全部翻訳するのはちょっと不可能なんで、えー、とりあえず大事なころだけ、えー、抜いて抜いて解説しようかなと、えー、思います。 とりあえず、えー、この人の動画で、えー、一番最初に言われた二つのことについてなんですけれども、えー、今 YouTube 二つのことをとても重視しています。まず最初に、えー、的確な情報を、えー、配信すること。まあコロナウイルス今回のことですね。いろんな人が注目しているということで、えー、とりあえず的確である情報をとにかく流すことに、えー、一番、えー、力を注いでいるっていう感じになります。 で、そして、えー、もう一つ、えー、YouTube のね、すごく重視している点としては、まあ、スタッフの安全ということで、えー、現在先ほど言った通り、えー、カルフォルニア全土で、えー、なんていう、出社金、まあ、外出禁止制限がかけられていて、で、まあ、えー、基本的に YouTube の方もみんな在宅勤務という形を、えー、取ってます。まあ、そのせいでね、えー、結構いろんなことが、えー、AI、AI、まあ、要は自動で行われてる。 っていうのが今の現状です。で、あの、毎分、今すげえこれ見てびっくりしたんですけど、あの、毎分500時間ほどのビデオが、いつも YouTube には新しくアップロードされるんですよね。で、それを全部今までは、まあ、えー、機械と人間で一緒にやってたんですけれども、まあ今ですね、えー、在宅勤務ということもあって、えー、ちょっと現場の方が混乱してます。まあ、えー、とりあえず向こうも全力で、えー、処置はしてるので、 で、とりあえず、彼らとしては、あの、暴力的な、なんかよくあるじゃん。あの、YouTube で禁止されてる動画、なんか暴力的な内容だったりとか、えー、ポルノ的な内容だったりだとか、そういったものを、えー、なるべく、えー、YouTube の上から排除。 するのに、まあ、彼ら一番力を入れているのがやっぱその部分だから、現在ってか、それをするのに精一杯、みたいな感じですね、個人的には。精一杯とは言ってないんだけど、個人的な解釈としては、そんな感じな気がする。で、あの、なんで YouTube って IT 系のやつなのに、あの、在宅勤務じゃ動きが遅くなるのっていう点なんですけど、まあ、これについては、あの、僕もそんな、あの、YouTube 本社の人間じゃねえからわかんねえんだけど、まあ、とりあえず、やっぱあの、一部のものっていうのは、あの、会社じゃないと、やりづらいものがあると、 だから、あの、在宅勤務だと、まあ、一部動き、まあ、動きが、まあ、難しくなる、みたいな感じですね。要は、言っているのは。で、なんで、あの、AI が、あの、判断するや、あの、AI で、なんか、結構、あの、関係のない、まあ、バイオレンスな動画でもないのに、えー、結構消されるっていう状況が多いらしいんですけれども、なんで消されるのっていう点については、まあ、それはまあ、もちろん、あの、機械の、 えー、見、見発達見発達っていうか、まあ一部、それはしょうがないよね。機械に任せてたら、それはそうなるんだから。みたいな、えー、内容を、えー、言ってます。で、まあ、えー、消された時は、えー、どうすんのっていう方、ことについて後半は、あのー、申してるんですけれども、まあ、要は、基本的に消されたら、えー、ちゃんと YouTube の方に、えー、申請して、動画消されたんですけど、取り消してください、みたいなこと。そういうのを言えば、YouTube の方は対応してくれますので、えー、ちゃんと、ちょっと時間はかかるけれども、そういうことをちょっと的確にやってください。 という,ふうな感じのことが言われてましたでまあこれより後半の動画だとね内容はどっちかっていうとコロナウイルス関連のアップロードに対しての話になっちゃうのでちょっとここでは僕はコロナウイルス関係の話はそんなに詳しいわけじゃないのでこういった動画を上げるってわけでもないのでちょっとカットしますまあたい現状こういったことで彼らが えー、なんだ、手をこまねいているっていう認識でいいのかなと、個人的には、えー、思いますね。まあ、要は向こうも大変なんですよ。今、簡単に言ってしまえば。うん。向こうも大変なので、ちょっと気を使ってあげましょうと。あの、確かに、あの、我々配信者としては今ちょっと大変な状況なんですけれども、向こうだってね、今在宅勤務しながら、えー、できることをなるべくやっているみたいな状況なので、えー、ちょっと、 あの、数日の我慢をしなきゃいけないっていう感じになってるかなと個人的には思います。はい。という感じで、えー、今現状 YouTube の方で、えー、なんでこのような問題が起きているかっていう風なことに対しての考察でした。というわけで楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価をぜひぜひよろしくお願いいたします。次の動画で皆様またお会いしましょう。バイバイ。